今回も渡す本が山積みだよ、マルクと。この前私が言ったこと覚えてますよね。今回が3度目の人生だって。ああ、そうか。昔のお前について考えてみるって言ったよな。最近アンジェラにも聞いたけど、もしかしてロボトミーコーポレーションともちょっと関係あったりするのか。ちょっとどころじゃないんです。私はロボトミー社の指揮部署を担当してた AI だったんです。 AI？ 人工知能？待て待て、お前も人工知能なのか？アンジェラみたいに。ちょっと言い間違えました。人工知能ではないんです。生前の脳を復元されて再び人生を与えられた人ってところでしょうね。一瞬人工知能倫理改正案をこんなにも破ったのかと思って心臓バクバクしたよ。それだと頭が明日攻め込んできてもおかしくはないしな。頭というのは都市を管理してる機関のことをおっしゃってるんですか？そう、その頭。普段は何してるのやらって感じだけど、仕事は素早く確実にこなすって話だ。ずいぶんとのんきなんですね。私はそれなりに真面目な話をしてたつもりだったんですけど。ああ、ごめん。いろんな目にあったせいで頭の中での優先順位がちょっと変わっちゃって。だからってマルクと君の話を無視したとかそういうわけじゃないから、気を悪くしたなら謝るよ。ローラも本当変わった性格してますよね。こういう風に考えるようになったのも俺なりの生存戦略だからな。それはそうと、ロボトミー社の指揮部署を担当してたって？あ、そうです。私もこう見えて歴史を担当してるじゃないですか。だから私の歴史から再び手繰っていったんです。とてもゆっくり聞いてくれますか？長くて複雑な話はちょっと遠慮したいんだけど。この流れなら絶対に聞いてあげるって言わないとダメなんじゃないんですか？じゃあどうしてわざわざ聞くんだよ。普通に言えよ。どうせ俺が聞くって分かってるじゃんか。そうですね。私は欠陥を持ったままロボトミー社で指揮部署を担当しろって言われたんです。目を覚ますといつの間にか仕事が与えられてたんです。今までの自分がどんな人だったのかもわからないまま。でも過去にケリをつけられなかった痛みと後悔で胸が張り裂けそうになって、そして私は壊れたかのようにロボトミー社で倫理に反したことをやってきたんです。私に与えられた仕事だったので疑問を持つこともありませんでした。私の使命であるかのように思えたんです。私の努力が足りなかったからダメになっていくと、ただ漠然に感じながら、そんな歪んだ努力で他の人を死地に追いやってきました。ダダをこねるように教養ばかりしてきたんです。ほんと頭痛かっただろうな。わけもわからないまま仕事しろって言われて。ロボトミーで働いてて昔の記憶が戻ったりでもしたのか？戻ったというか、思い浮かぶようになったんです。今が3度目の人生ならロボトミーでの人生は2度目の人生です。そしてロボトミーで働いてた最中に私の感情が爆発して最初の人生が思い浮かぶようになったんです。私が犯したたくさんの失敗と間違い、そして後悔。どうして私が努力に執着してたのか分かったんです。誰かに認めて欲しかっただけなんです。私はこれくらい努力してるから私は役に立ってるって。私は誰かに寄りかからないと立てない人だったんです。そうやって私の中のわだかまりを捨てて、やっと私の中の結び目が解けたんです。二度目の人生で最初の人生が報われたんです。だから間違いを犯して死んですごい後悔したけど、なんか復活して仕事をしてたらそのわだかまりが解けたって。簡単に言うとそんな感じですね。待てよ、全部そうなるとしてだな、年だからな。でも誰がお前を蘇らせたんだ？
ただ悟らせるためか？そうだと思います。私が未練を振り払えるように、私が救われるようにですね。わかってるなら正確に言わないとダメでしょ、マルクト。ああ、びっくりした。なんだよ急に飛び出してきて。全部聞いてたのか？あなたを救うためではないわ。あの人は自分だけ救われようとしてあんなことをやったの。あなたは私に利用されたわけじゃないわ。あの人の自己満足のためあなたたちが利用されたのよ。はあ、これ以上聞いてられないわ。アンジェラ、この辺りで眠ってもらわないとね。どうしてそんな顔をしてるの？あなたたちがあれほど望んでた休息でしょうに。そうはできません。私たちが今まで何のために努力してきたと思ってるの？努力ね、笑わせるわね。あれを努力だなんて言えるのかしら。あんたが私たちの光を持ってったのを指くわえて見てるだけとでも思ったか？私たちの光ですって。俺たちはお前に従ってるわけじゃないんだ。そうね、あなたはあのご立派な人に従ってるんでしょうね。決して無駄にするもんですか。やっぱり私の味方は一人もいないのね。そう心寂しく思うでない。私がお前と共に立とう。くそ、ビーナ、お前最後まで。これもあの者が招いた結果だろう。私はあの者が呼び起こした全てを良しとするのみよ。私が涙を流せる体だったら、嬉しさのあまり涙の一滴は落としたでしょうね。そなたの思うままに行ずるがよい。アンジェラ、欲望に目がくらんだ機会、君がこうしてはならないんだ。していいか悪いかは私が決めるわ。いつまでロボトミーに縛られてるつもり？あなたは、あなたがどんな人だったか、どう生きたいかなんて興味ないみたいね。私の人生は、人類を救うために。だから喜んで命も差し出したのよ。バカバカしい。へえ、また嵐が通り過ぎてったな。私の最初と二番目の人生は、人々を救うために捧げたんです。そして、それは今も変わりありません。私たちみんな、人類のために全てを耐え忍んできたんです。ローランも私たちのことは、バカだって思うんですか？俺は詳しい事情とか知らないし、人類の救済とか何とか言われても、よくわかんないよ。マルクト、君が本気でそれを望むなら俺が何を言っても意味ないのかなって気もするし。当然本気ですよ。私は一人にしてください。ちょっと考える時間が欲しいんです。わかった、ちょっと一息ついとけよ。あと次からはわざわざ敬語使わなくても楽に話していいから。うん。